こんにちは、ふわりです。身近にあるものや訪れた景色などをモチーフにして食卓で絵を描いています。先週末満開だった桜の花、今週はもう散り始めています。まだ散り始める前の満開の時期に撮った写真なんですが、公園でも何でもないところで、ちょっと通りすがったところで写真を撮ってみました。その風景の桜を描いてみたいと思います。まず鉛筆で下書きします。この2つはもう何年も前に買ったもので、倉庫の中を探してみたらありました。もう 何年も経っているので、今売られているものとデザインが違うかもしれません。今日はペンシルタイプのものを使っていこうと思います。もう一つの瓶に入ったのは、筆で使うタイプのものです。今日はペンシルタイプを使います。液体マスキング剤で桜の花びらの手前の明るいところをほんの少しだけマスキングしておきます。マスキング液は十分乾いてから絵の具を塗ります。今はドライヤーで強制的に乾かしています。一日そのまま絵を置いておいてもいいと思います。絵の具で影から塗っていきます。茶色のマーカーペンで見えるものを描いていきます。石垣や木を描いていきます。木の幹は茶色のマーカーで塗っちゃいます。この手前にある木は花が咲いていない、もう花が終わったので、これは多分桜ではないと思います。奥にある建物もペンで描いていきます。最初に塗った影と建物の位置が多少ずれていても気にしない、構いません。車が入らないようにするための杭を描きます。桜の木の奥、向こう側には緑色、明るい緑色の植物がたくさん植えられているんですが、奥にあるということで少し濃い色で塗っています。桜の花ですね、花ほとんど色がない、白っぽいピンクなんですが、難しいですね。影と明るさと
ほんのりピンク、少し色を塗っていきます。マスキング液を塗ったところなんですが、そこは周りに絵の具を置いて色がないとマスキング剤を塗った効果がないので、マスキング剤のあるところは極力絵の具を置くようにしています。もうちょっと濃い色でないともしかしたら効果が出にくいのかもしれません。剥がしてみてのお楽しみです。乾いてからマスキング剤を剥がします。最後までご覧いただきありがとうございました。